Hello. Hello. Ciao. Ciao. So you must be from Italy. Definitely from Italy, but I'm living in Japan. Okay, great. So what's your name? My name is Chiara. Today we have seafoods. I love it. You love it? Okay. I love all Japanese food, but in particular sushi and sashimi. Oh, nice. So nice. Do you know shabu shabu? Yes. But no meat? Like fish shabu shabu. Yeah. I think that's perfect. Let's go. Yes. Which part of Italy are you from? Which city? Florence. Florence. Florence is, there are a lot of like museums and old buildings. Yeah, yeah. Famous for tourists. Can you tell me the reason why you decided to come to Japan? From Japan? I was studying Japanese at university in Venice. Oh. So my major was Japanese language and culture. Oh. But if I go back before, so why did I study Japanese? The reason is that like Japanese manga and anime. Okay. And I wanted to become a mangaka actually. Oh really? At that time. So during high school and university, I also went to a, like another school to like learn how to write comics. Oh, but that's in Italy? In Italy, yes. Oh, didn't know that, like there's a school. Yeah, very good. Actually, yeah. After I entered university and I started studying Japanese, I realized that being a mangaka as a job is quite hard. Yeah. So not maybe easy. Not that easy, yeah. はい、これね、明日。あ、明日ばちゃん。私はね、今日積んでも、はい、明日すぐにね、芽が出るんですね。その芽をね、積んで食べてたんです。ものすごく、まあ、あの力が強くすぐ生えてくる葉っぱですし、すごく健康にいい葉っぱなんですね。これも明日ばなんですか？それが明日ばの葉っぱ。これが明日ば。はい、あの湯がいたおひたし。へえ。じゃあ乾杯しましょう。乾杯。チンチン。チンチン。確かに。It's always hard to explain how to say yeah. 乾杯 in Italian. Yeah. Here in Japan. The ice is round.Oh yes, it's so clear. Nice. Yeah, and this restaurant is actually coming from like Hachijo Island. Ah, that's why there is Hachijo. Yeah. Okay. お醤油がですね、はい、これが島唐辛子醤油って言った八丈島の、はい、まあ、食べ方の醤油。ああ。唐辛子漬け込んだお醤油なんです。ピリッとするので、はい、わさびを入れないでこのまま。はい、一番上がヒラマサです。これがラマダイの昆布で締めているので、お醤油つけないでわさび乗せただけでも美味しいです。うん、その左はチカメキンとピライ。で、皮がちょっと炙ってるのがサバガです。はい、In Italy, I mean, we have lots of like Japanese restaurants, of、mm-hmm. course, but you know, it's, they're not the same. You cannot find like the same kind of fish you find here. Yeah, yeah. You just maybe there is salmon, maguro, and ebi. Oh. And that's all. Yeah, yeah. Why I love this kind of like fish.It looks so fresh. Mmm. Oishii. Mmm. いいね。余計な味付けがないものが好きですね。野菜は特に。シンプルな。そうそうそう。イタリア料理も、まあ、塩コショウかオリーブオイルで、はいはい、全部合わせてるんですけど、日本も日本、まあ、和食も、うん、まあ、醤油か、まあ、ドレッシングはもちろん使うんですけど、なんでしょう、あんまりそういう余計な味付けはしない料理が多いかなと思って、ね、素材の美味しさを生かした味付けではね、あ、そうですそうです、そこがなんかすごくイタリアと日本料理の一つの共通点かな、はいはい、なるほどなるほど OK, let's speak Japanese OK Speaking Japanese is actually better I prefer it too, but my Japanese is quite it's yeah, much yeah. more better than my English because 日本語しか使ってないので あ、そうだよね、今の生活では本当美味しいこれこれいいね、うん、優しい味というか、うん、器もいいですね料理結構作るんですけどあ、はいはい、料理作るのが好きな人は多分その器もこだわるんですよなるほどねなんかこの料理だったらこの器がなんかいいなとかって合わせたりしますなので私も家にはめちゃくちゃ食器が多くて、うん、あそうなんだ多すぎるんですねもずくかなもずくでしょうね食べるから飲むんですよちそうだねうん、あでもやっぱりお酢が美味しいですね夏には今の季節にはあ確かにちょうどいいかもしれない間違いないね、うん、あとなんか個人的に何でしょう、うん、ちょっと磯臭いもの、うん、あんまり得意じゃないんですけど、うんうん、多分新鮮なので全然そういうのでしょう臭みもなくて、はいはい、いいですねお酒は結構飲むのお酒まあ今は、ね、今は、ね、今はあれなんですけど、うん、普通に飲みますワインワインか、あの、料理に合わせるんですね。こういう和食だったら日本酒飲みたいですし。あ、日本酒ね。日本酒はもう別に飲みます。
あのイタリア料理とかそういうフレンチとかだったらジャワインかな。ああ、なるほどね。うんうん、刺身行きますか。ミンガ来ます。これは何ですか。これが唐辛子、島唐辛子っていう、うんうん、ちょっとピリッとした感じ。これがね、あの普通の醤油。それサワラ、これ何、イサキキ、これが青鯛、ヒラマサ、これヒラマサ。漁師さん、漁師作、うん、塩辛です。塩辛、うん、はい、漁師風に作る。これ自家製の燻製、イワシの燻製です。はい。で、トコ節ですね、酒蒸しですね。確かに酒は欲しくなるな。はい。この辺は間違いなく。完全にお酒の。はい、申し訳ないです。うん、結構ピリッとしてます。おいしい。うん。あまり辛い、なんか醤油との刺身、これは食べたことないです、さすがに。おいしい、でも。へえ、ちょっと新鮮な感じでした、今の。いつも大体わさびでね、ピリッとは。まあそうです、わさびのピリッとはあるんですけど、唐辛子のピリッとはなかなか珍しいよね。うん、次は、これはイサキです。イサキ真ん中。イサキ真ん中かな。イタリア語でなんかみんなこうやるじゃないですか、うん、あの日本では本当はこれ間違いです。え、両方で知ってますか。こうだよ。あ、そういうわけでもなくて、そういう問題じゃなくて大人はやらないです。子供、あ、してる子供。あ、そうそう、まあ、例えば子供に美味しいよねみたいな感じではやるんですけど、普通に友達とかこんな大人同士で、うんうん、あ、ボンバーズおかしい逆に。まあ、でもやっぱり刺身美味しい。刺身とかお寿司が美味しいですね。和食の中でも何が好きって言われれば、まあでも日本だけだからね、こんだけいろんな種類の魚取れて、ね、フレッシュなのって、うん、そもそも多分生の魚を食べる国も少ないですし。そうだよね。さらにこんなに種類が多いのは、肉とかだったらさ、日本の和牛美味しいけど、うん、まあ一応肉他の国でもいろいろあるじゃん、うんうんうん、そう考えるとやっぱり寿司とか刺身はね、食べてほしいね。まあ日本に住んだら違うんでしょうけど、うん、海外から見た和食はほとんど刺身しかないと思われてるかもしれない。あ、まああとまあラーメンとか、あと天ぷらとか、とかね、それはあるんですけど、はいはい、私もでも初めて日本に来た時にいろんな種類の寿司刺身を食べてびっくりしてましたね。魚はクエでしたっけ。今日クエです。高級です。はい、そうですね。クエはしゃぶしゃぶ美味しいですね。すごい、めっちゃすごいんだけど。はい、うん、クエしゃぶで、お肉のイメージが強いですね。しゃぶしゃぶブリとかもあるけどね、はい、タイとか、うん、はい、でもブリしゃぶとかね、はい、キムしゃぶとかよく出汁、あのちょうど骨で出汁を取ったり、あ、はいはい、いろいろ買ってもあるんです。うちのはね、ほんと昆布で、うん、はい、でこれあのキノコですね、椎茸が沸きましたら、はい、もう種類美味しくなりますので、あ、わかりました。グツグツ沸いたところにネギを、ね、入れるんです。自家製のポン酢と、はい、薬味を置いてあります。はい、サワラ気持ちます。結構でかいね。うん、やっぱりこのピリッとしてる醤油が美味しい。みんなで美味しかった。そう、美味しかった。なかなか食べる機会がない。そうだね。そう、うん、これ食感全然違うんですね。めちゃくちゃ柔らかいです。サワラ、それはイサキ。イサキ、じゃあ普通のでいこう。うん、これも柔らかい。もうペロッと食べる。シミは 何枚でも食べれるんですよ。あ、イサキうまいね。うん、そうですか。イサキとサワラが多分今ベストの中で一番ベスト。全部美味しいですけど、うん、カツオと青鯛。うん、カツオ多分味が強いので最後のがいいかな。もうさすが、かな、考えてますね。考えてますよ。そうそう、白身魚だいたい最初に食べて、うん、うん、うん、これだね、これこれ。刺身やっぱり美味しいですね。日本のいろんな地域ってもやっぱりその地域ごとの魚もあるね、出るので、それいいですけど、美味しい。金沢めちゃくちゃ美味しい。金沢ね、北陸の方はね、うまいんですよ、うん、お酒も美味しいし。そうです、そうです。魚もめちゃめちゃうまいっていう。数年前に、うん、お母さんが遊びに来た時に一緒に行って、うん、
あ、カナダに。そうそうそう。お母さんも感動してました。あ、本当。同じように刺身とかが好きなので。あ、嬉しいね、そういうふうに言ってくれると。うん、今来られないから、なんかまた来たいってずっと言ってる。じゃあ、最後の。マグロは大葉と一緒に食べようか。おお、どさっと入れるんですね。はい。八丈島はないんですけど、あの伊豆諸島結構行ってもらって、はい、新島、小豆島、うん、去年三宅島、三宅いいですね。で今度伊豆大島、はい、魚届きますよ。八丈もいいところですよ。そうですね。いつか行きたい。はい、島唐辛子の醤油も美味しかったです。美味しかったです。そうです。八丈はね、もともとわさびが作れなかった。わさびの代わりに唐辛子です。はい、島唐辛子いっぱいあるのを、はい、それをちぎって潰して、あ、お醤油に、またそれも辛くて美味しいんですよね。バンバイできますか。バンバイできるかな。うん、これジューシー。魚、脂も乗ってるでしょ。うん、乗ってます、乗ってます。もうちょうどやっぱり野菜と一緒に食べるとさっぱりもしてます。あ、うん、美味しいです。あ、よかった。どっちから行けばいいかな。アワビ、これね、トコブシってやつなんだよね。ちょっと違うんだ。あ、なんか言ってましたよ。似てますよね、でも味は。うん、美味しい。隣のは逆に美味しいです。味噌、これも貝でしたよね。これも貝ですが、あ、これ好き、これ結構好き。ご飯に乗せたくなる。絶対美味しいと思う。これはこれもごま入ってますよ。面白い。ご飯出ないんでした。締めのご飯みたいな多分あると思うよ。うん、それちょっと残そうか。残そうか。それのために残したいです。でも英語かテレビなんだろう。英語は分からん。もう Long Tooth Grouper。 グルーパーか、そうだね、グルーパーだね。うん、なるほど。作ってみましょうか。あ、じゃあいい。あ、ネギをね、ちょっと入れてほしいんだ。あ、そうですね、まだ、うん、ネギをとさっと入れて。しゃぶしゃぶしゃぶと。和食は結構こういう作る料理、自分で作る料理が多いから楽しいですよ ね。そう、海外ないよね、あんまりね。あんまり確かないですね。なんだろう、そうだね、お好み焼きとかもそうだし、うん、鍋全般全部そうですし、うん、パートによってもちょっと違うかもしれないね。あ、そうかもね。なんかこれとかやっぱ全然色違うもんね、こっちとこっちが。今度また海外から友達が来た時に、うん、このような店に連れて行こうかな。いいと思うよ。コロナ前まではもちろんそのたまに友達とか家族とかも来てたんですけど、毎回じゃあ何しようか迷うよね。何しようかな。あの日本的なもの、あ、うん、にしたい。まあ、せっかく日本なので日本的なものにしたいんですけど、はいはい、あんまりちょっとニッチすぎると、はい、そうだね、食べてくれないから。まあ、しゃぶしゃぶはね、間違いないと思うんだよね。まあ、しゃぶしゃぶ間違いないんです。焼肉も間違いないし。焼肉もしゃぶしゃぶないし。あと、うどんとかよく、うどんとかね。まあ、ラーメンもそうだけどね。淡泊な味なので。合います。合いますか。日本に来て、なんか驚いたこととかあった？初めて来た時に、例えばその電車でみんな静かなの。あ、はいはい、それは結構驚いてます。イタリア の、ね、あの、まあ、バスとか電車とか結構知らない同士でも隣すぎて話したりしますし。あ、そうなんだ、うん、知らない人でもみたいな。知らない人でも、まあ、もちろん人によるですね、はいはい、全然あの静かにする人もいるんですけど、うん、あと大体一人でさ、うんうん、電車乗るじゃない、うんうん、あ、まあ、だから友達同士乗るんだったら全然話すけど、電話がやっぱり電車の中で喋れないから。それは正しいと思うんですね。逆にね、僕ですと全然ずっとなんか電車で喋ってる人もいるから。あ、あとまあ東京は
結構大きい都会なんですけど、うん、車とかそんなうるさくない。うるさくないっていうのは、あのクラクションとか。クラクション、そうそうそう。ああ、そうだ、クラクション鳴らすことあんまないね。うんうん。まあ、運転自体が結構安全運転してるから、そうかもしれない。スピード出すもあんまりないし、うんうんうん、まあ、あと東京だと、車乗ってる人自体がそんなに多くない。うん、そうですね。まあ、大体電車とかが多いから。うん、確かに。逆にイタリア帰るときに、ああ、逆カルチャーショックもあるんですか。ある あ、これはこうだったか。例えば、一回、何年前にイタリア帰ったときに、うん、電車に乗って、ちょうどその日にあのストライキがあったんですよね。え、何駅？ストライキ。あ、ストライキ。ああ、はいはいはい、ストライキね。なので、その、まあ、電車が止まって、はいはい、そのなくなってたんですけど、それを駅員さんに説明を求めたら、うん、別に自分のせいじゃないから知らないみたいな感じ。まあまあまあ、まあそれはもちろんそうなんですけど駅員さんがストライキしてるわけじゃないから、うん、でも、あ、確かに大変だな日本ですと責任あるかどうか関係なく、とりあえず説明はするよね。そうそうそう、ちょっとつけようかな、今回たっぷりと。このポン酢もそんなに強くないから、うん、全然いっぱいつけても、いっぱいつけてもいいと思う、うん、イカ製ポン酢って言うんですか。ああ、そっか、そうだね、言ってた言ってた。うんうん、大きかった。うん、大丈夫、ちゃんと撮ってるからちゃんと使うからこのシーン結構どう、お腹はいっぱいになってきた。ちょうどいい、ちょうどいいぐらい、ちょうどいい。あと雑炊あるからさ、うんうん、サイゼリアどう、サイゼリアは。サイゼリアは、うん、違う食べ物です。イタリアン。サイゼリアはサイゼリアでいいんですけど、うん、うん、まあ、またちょっと違う。それも驚いてます、最初なんだっけ。ドリア、ミラノドリアって。うん、何ですか、ドリア自体は、うん、ドリア自体っていう料理がイタリアにないんですね。ドリアって。え、あ、そうなんだ。ドリアってイタリア料理ないの。じゃないと思うんです。料理みたいなのあるかもしれないんで、まあ、グラタンみたいな、うんうんうん、あるんですけど、ドリアっていう名前はじゃないんですね。リゾットをグラタン風にするのはあるはあるんですよね。ちょっと美味しかった。じゃあとりあえずもう全部食べ終わりまして、あとは雑炊を待ちましょう。待ちだけ。なんでしょう、ヒンゲの人。ヒンゲって言ったら火山。そうですね、火山の地熱で、あの、こう塩を作ってる青ヶ島のお塩、すごく美味しいんですよ。あ、これ地で使ってるんですね。イタリアでいうリゾットですか。うん、まあちょっと作り方違うけどね、うん、リゾットはさ、米をそのまま入れるもんね。生の米から、生の米からやるもんね、うん、でもこういうスープリゾットもあるんですよ。あ、そうなんだ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと熱いと思う。ちょっと待った方がいい。もうちょっと待った方がいい。あとはもうこうちょっと取ってフーフーするか。そうそう。ちょっと熱い。そうだよね。あ、でも美味しい。うん。なんか出汁が。うん、すごい効いてる。そう、昆布だけじゃなくてやっぱりあのクエの、ね、クエ入れてたから、でもクエの出汁も効いてる、出汁入ってる気がする。うん、あとこの塩のりめちゃくちゃ合うね。ちょうどいい、なんか塩気。うんうん、熱っ熱日本人ってさ、結構暑いもん大丈夫なんだけど、うん、確かに、まあ、ちょっと暑いね、やっぱり。私もあの、うん、イタリア人なんですけど、それでもわあの大丈夫な方だと思うけど、でも確かに暑い。サルディン、サルディン、イワシ、これ美味しいよ。うん、燻製なのかな。そう、すごく、うん、美味しかったよ。ゆうきまるさん、八丈島、ぜひ八丈島も行ってくださいね。そう、行きます。まあ、全部やっぱり魚が大好きなので、刺身とか、あとしゃぶしゃぶも、大体肉のしゃぶしゃぶが多いんですけど、魚のしゃぶしゃぶが新鮮で良かったです。お腹はどうですか。お腹いっぱいですなんかインスタとか言う。あ、いいですか。あ、もちろん、もちろん。インスタやってますよ。インスタではほとんど和菓子か、もしくは自分の作るイタリア料理。はいはいはい、OK、じゃあリンク貼っとくんで、ぜひ、はい、お願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございました。じゃあね、チャオ。Ciao, ciao.